レーナーさん、トレーナーさん、ご存知？今日はいい波が来てるんですよ。そう、つまり言わずと知れた釣り日和。え、そこ聞いちゃう？バスで。今日のせいちゃんは足首よりも手首のスナップを鍛えたい気分なのです。ということで、トレーニングはまた明日。いやー、猫の楽園ニャンカリア計画について語り合ってたらもうこんな時間。お互い時間を忘れちゃったね。あれ、自分はトレーニングの話がしたかったのにってお顔してませんか？気のせいかな。気のせいだね。スイちゃんを探しにいらしたんですか？ああ、惜しかったですね。ついさっき帰っちゃいましたよ。すっかり振り回されてる新人っていう噂は本当みたいね。その覚え方はかなり尺だから修正なさい。私はキングヘイロー、一流の馬娘よ。様をつけて呼ぶ権利をあげてもいいわ。にしても、はあ、その様子じゃ本当にただ振り回されてるってだけみたいね。うまーくスカイさんの情報を話させて対策を練りたかったのに台無し。このままじゃ次もまた、ああ、もう。はあ、早いも何も、あの子は。そんなことキングに聞かずに自分の目で確かめなさいよ。さてさて、来ちゃったね、模擬レースの日が。その言い方では不十分ね。今日はあなたがキングの一流ぶりをレースで痛感する日よ。あいやいや、痛感ならしてますよ。いや、一流だ、キングはすごいな。実感がこもってない。余裕でいられるのも今のうちよ。今日こそあなたのことを徹底マークして私が勝つんだから。徹底マーク、おー、怖い怖い。せいちゃんもキングちゃんも張り切ってるな。よし、私も負けてられない。スカイさんってそんなに警戒しなきゃいけない相手かな。あんまり目立った噂って聞かなくない？目立った噂っていうか、悪い噂なら最近よく聞くよね。あの子トレーニング毎日サボってるらしいよ。あれ、先頭はキングさん？スカイさんっていつも早めに前へ出る逃げタイプじゃなかったっけ？トレーニングしてないせいで体力落ちてて前に出られなくなっちゃったとか、割とありそうな話だよね。足がサボっているとは聞いていたけれど、本当にここまで衰えているとはね。警戒しすぎた私がバカだったのかしら。いいわ、多少想定外だけれど、それにも対応できてこそ一流。このまま先頭で逃げ切ってやるんだから。もうスタミナが。キングは差しが得意だもんね。マークしてる私の後ろにつけて終盤で追い抜くはずが先頭なんて困るよね。という展開を待ってました。最初から全部作戦だったの？
されて2着ね。スペちゃんの爆発力はさすがだな。でも2着だ。足りてなかったんだ。仕込みも仕掛けも。うわぁ、トレーナーさん、え、いたの？いつから？やだな、いるならいるって言ってくださいよ。もしやトレーニングで会えないあまり寂しくなっちゃいました？いや、人気者せいちゃんは辛いな。でもサインは後でね。疲れちゃったので私はお昼寝してきます。ではでは。